久しぶりやん。久しぶりに来たわ。立ち会えたん、あの患者さんね、よかったね。なんかこう病院においては立ち会いすらもやっぱあかんっちゅうところが、まだめちゃめちゃこうなる前、そうやね、ちょっとあれやったね。でも入院のつもりで病院行ったら、そのまま分娩しちゃった。そうやったんよ。そうやで。急遽。ほんまびっくりした。予定よりちょっと早かったの？1ヶ月ぐらい。結構早かったんやな。まあでも1時間ぐらいで生まれて。ほんま、よかったね。まあ、時間がしんどいしね。お母さんの方が、母体の方が退院して次の日やから、体力的にもやばかった。それだけが。何グラムぐらいやったん？2200何本。ほんま、結構軽いんや。男の子やもんな。男。今、3点。ほんま。太郎描いてる。結局太郎描いてる。結局ローは引き継いだんやってな。結局な。な。結局やな。一文字のやつ。そうそう、一文字一文字言ってたのに。全然聞いたら全然ちゃうやん思って。画数が悪すぎて。ああ、なんかあるんやって、あの苗字があんまりこう用ないって言ってたで、裕次郎が。あ、そうそう、川谷っていうのがもうすでに。だから別にそれは別にどうでもいいねんけど、そっからつながる一文字でいい文字がない。なかなかないんやな。一応気にしてみた。まあな、一応な。一応見てしまうし、見てしまったらなかなかこう良くないっていうのは選べれないしね。どっちかやけどな。ちゃんとパパやってるん、お風呂入れてるん、沐浴は。お風呂入れてんねや。お風呂入れるためだけ用意みたいなところ。仕事してるやろ、まあ、その育休は取らずっちゅうか。なあ、あんまなかなか取れないし。ああ、そう。今土日も仕事？仕事あるときは。ああ。昨日の仕事で。ああ、そう。まあでも午前中、昼過ぎで終わってたから。ほんま。結構一緒に入れんねや。繋いだ。よし。もうシーンフットサル全然やってないんじゃん。やってない。なあ。まあぼちぼちリハビリがってた。体重は？体重は変わらず。変わらず？維持してるもん。いいですよ。どこで維持してるか分からんけど。あ、まあ、そう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 、分からんけど。そう、コロナ前というか。あ、ほんま、そこから変わってないの。あ、すごいな。コロナ太りならず。ならず。むしろコロナで一回痩せた。あ、痩せた方。痩せた方。へえ。外食制限。あ、そうか。あ、今まで逆に外食多かったん？アホみたいに多分ラーメン食ってた。あ、そうか、ラーメンやばいな。ラーメンの回数は減った。ああ、なるほどね。まあ、単純にそれだけでこう体重があれできてんねや。体重。あ、よかったんやな。筋肉はな、落ちてるから。まあそらな、運動してないと。ラストワンプレー。終了。